私、誕生日、28歳になりまして、えー、去年はですね、自分にこう、無理やりプレゼントを送ろうっていう、その件は、まあ、いろいろ話したんですけども、いろんな経緯があって、えー、高い、自分にとっては高い財布を買ってですね、えそれを、えー、使ってたんですが、これの後日談というか、えー、アフレコをしていて、スタジオで、あの、業界の、え先輩にあたる、 え、神谷浩史さんという人と、小野大輔さんという人に会って、もう同じ、皆さんおなじ染みの声優さんですけれども、それでこう僕がカバンをガサガサやってる時に、その時、僕はその財布をジップロックに入れてる時期があったんですね。そのジップロックに入れてるのを見つかって、ちょ、っとそれ何って言われて、ああ、この人たちに見つかったらちょっとめんどくさいことになるなと思って、これはまずいなと思ったんですけど、まあ、しょうがなく、あの、いろいろ説明しまして、あの、だから、 カバンに入れて、ペットボトルとかを入れたときに、その結露とかで濡れるのがあれだっていうのと、え、そして、と、あの、一人でご飯行ったときに、トイレとかに持っていくときに、そういうジュプログに入れると、入れる便利だなっていうので、えー、持ってるんですよ、みたいな。わあって話して。そしたらなんかこうね、えー、みたいな。この番組で話したところ、リスナーからは惹かれるっていうのが大半だったんですけど、だから、ね、あの人たちはね、あ、そういうのあるかもみたいな。共感されて、ええー、ってなったんですけど、そんでいろいろ話してたら、あの、神谷さんは、 えー、やっぱなんか、どういう経緯か忘れましたけど、高いのを買われて、でも結果なんか箱に入れたまま使ってないみたいな。<laughs> で、小野さんは、高いの買ったけど、それは家に置いて、また普段使いは別だみたいな。あの人たちぐらいになると、買っても使わないっていう意気に達するんだなっていうのね。<laughs> 僕はその発想はなかったですね。ジップロックに入れるっていうのはたどり着いたんですけど、買って使わないっていう、これ、どんなプレイなんだと思いましたけどね。